私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐、2、宮和也、絶対 NG 家庭ネタじわり解禁。TBS 桜井、有吉座夜会に持ち込み白菜プランターで感じさせた禁断3億 AI の巣のベランダ。12月2日に放送された嵐の桜井翔、39、と有吉弘行、47、が MC を務める桜井、有吉座夜会、TBS 系では人気芸能人のリアルな手土産未公開 SP と題してゲストが持参した未公開の手土産を振り返った。桜井と有吉は女優米倉涼子46が持ってきたワインクーラーや東京オリンピック柔道金メダリストの阿部一二三24と阿部氏21兄弟が持ってきた最高級牛肉を絶賛。そんな中、有吉がクレームを入れたのが嵐の二宮和也、38、が持参した1個だけ白菜が作れる菜園キットのプランターだった。このプランターは2020年10月の座夜会に二宮がゲスト出演した際に桜井から誕生日プレゼントとして贈られたもので、二宮は自身のラジオ番組でもたびたび白菜の成長記録を報告していた。二宮が段ボールからそのプランターを取り出すと、桜井と有吉は、何?と困惑した様子。これに二宮は二人がこのリアクションはダメなんだって。俺、これもらって必死になって白菜育てたんですよと職員したがった。そして、二宮はスマホを取り出し、最初ここまで行ったのよと育てた白菜の苗の写真を二人に見せ、めちゃくちゃ育って、としつつも最終的に4羽ぐらい鳥が来てめちゃくちゃにされてなくなったと。白菜が鳥に食べられてしまったと告白した。桜井が白菜を使って何かの料理しましょうじゃないのと質問するも、二宮は違う、だからこれあげますとあっさり否定し、プランターを差し出した。二宮といえば基本的に家庭の話、3月に誕生した子供のことも含めて家族の話題は NG にしているといいます。それは2019年11月に元フリーアナウンサーの A 子さん、40、との結婚を発表した際、一部の過激なファンから猛烈なバッシングがあったからですよね、女性指揮者。左手薬指の指輪&家庭菜園発言で炎上の過去。二宮は6月11日放送の目覚ましテレビ、フジテレビ系、に、2022年8月公開予定の映画タンブタングのプロモーションの一環として出演。その際、二宮の左手薬指に金色の指輪がはめられていたため、炎上してしまったこともあった。目覚ましテレビのインタビューは、映画の役の衣装で臨んだものだったそうで、指輪も二宮のものではなかったという話ですよね。にもかかわらず、私生活を感じさせないでという悲鳴のような声がネットにも上がっていました。そんな二宮と A 子さん、そして3月に生まれたという第一子女児は都内の3億円もする超高級マンションに住んでいると報じられていますが、そのマンションのベランダで家庭菜園を楽しんでいるといいます。ただ2019年5月28日の VS 嵐フジテレビ系で二宮は家庭菜園でトマトを栽培していると発言し、二宮がミニトマト栽培するわけがない、嫁が栽培だろといった批判が寄せられてしまいました。その直前の同月12日にも嵐のインスタストーリーに家庭菜園で育てているトマトの画像を投稿し、結婚生活を匂わせていると口炎上していましたね。ただ、今回の白菜については好意的なコメントが寄せられています。前出の女性指揮者。アイドルからパパキャラのイメチェン画策中、 SNS にはまあそりゃ鳥も二宮くんが育てた白菜食べたいよな、二宮くん翔くんからもらったプランターで毎日ちゃんと白菜を育てるの、その成長記録を写真撮って残してるの、なのに鳥に襲われてなくなっちゃうの、なんでそんなに可愛いの、二宮のうちは超高層階なのに白菜鳥に食われるとか、よほどうんと行いが悪いのかといった声が上がっている。視聴者からのコメントにもありますが、どうしても視聴者やファンは二宮の家やベランダ、また家庭のシーンを想像してしまうやり取りでしたよね。そんな少し垣間見せた二宮の家庭の話題は、かつては猛バッシングばかりでしたが、
少し変わりつつあります。二宮は来年公開予定の映画タンブタングでは夫役を演じますし、来年4月クールの TBS 日曜劇場の主演作でも家族をテーマにしたドラマに挑むといいます。同作のお相手は先日第一子を出産したばかりの多部未華子32が務めるという話ですね。また3月イメージキャラクターを務めるウインナーアルトバイエルンの発表会に登壇した際には第一子誕生について無事に生まれてきていただいて健康で育ってくれればこんなに幸せなことはないなと初めて実感しているところでありますとコメントしていました。二宮は今徐々にアイドルからパパキャラ家庭キャラへのイメチェンも図っていると言えそうです。一部を除きファンも歓迎ムードのようですし、今後は子育ての話題など解禁していくのかもしれませんね。前出の女性指揮者9月には桜井と相葉雅紀38も結婚を発表し、既婚者が過半数を超えた嵐。今後は二宮も含め3人のアットホームな一面も見られる。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。